はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。7月の18日の月曜日でございました。さっきまで昼寝をしてましてですね、今日は多分ね1時間以上寝てますね。なんと昼寝でですね3度寝しました。起きてですね、ああ昼寝できた嬉しいわと思いながら目つぶってたらまだ寝まして、ほんでものすごいいい夢見て起きて、あー気持ちよかった起きなあかんわーと、あーもうちょっともうちょっとと言うてるうちにもう一回寝て3度寝ですね。でやっと起きたらですね4時です確かね3時前に寝た覚えがあるんですよね。2時半頃寝てた気がするんですけど、2時半頃ベッドで横になってた気がするんですよね。だから1時間ちょいは寝てるなと、下手したら1時間半近く寝てる感じで、かなり気持ちがいいですね。で、あの冷房をかけっぱなしにしたんですね、ゆるくね。これが良かったみたいですね。こう暑さで起きるということはないですね。汗もかきませんし、あのね枕がいいんですよ。これね1年ぐらい前にね、あの某番組に出た時にあの PR で使ってたのをですね無理やりもらって帰ってきたんですよ。これが結構よう寝られんね、ほんまに。家持って帰ろうかなっていうぐらいに、あれですよ、あの某アツシさんはこれを持ってですね出張の時もみんな持ってくって言ってましたね。まあいいですけど、さて本題いきましょう。ワウコリアでございました。久しぶりですね、この連合ニュース、いわゆる向こうの通信社からの転載でして、韓国外相が日本に出発、ジーソミア含む懸案を総合的に議論という会話です。ちょっと読んでみましょう。韓国のパク・ジン外交部長官が18日、韓日外相会談のため日本へ出発した。出国前に日本で林芳正外相と会談し、両国間の懸案と相互の関心事に関して踏み込んで議論すると記者団に述べた後、軍事情報包括保護協定 GSOMIA を含め様々な懸案について総合的に話し合う予定だと補足した。と書いてあるんですけど、もうこれだけでね、うわこれ今外務大臣来たはると思うんですけど、もうついて会談したのかもしれませんけど、もうこのフレーズだけで、あ今回の外相会談は失敗するなというふうに私は思います。なぜかというと、ジーソミアというのは日本にとっては懸案でも何でもないんですよ。それを向こうは懸案やって言うてはるんですねあかんわと思いますね。ジーソミアって要は軍事情報包括保護協定で、2015年かなんかにパク・クネさんの時いやいや締結したんですね。なんでいやいやかっていうと、アメリカからこれをやれやれって言われてですね、でいやいや締結して、これ締結したことによってあれなんですよ、中国から睨まれてるんですよ。でパク・クネさんっていうのはものすごいこう中国にこう媚びを売る政権だったんですね。まあムン・ジェインもそうですけど、でもアメリカの要求に屈したわけですけども、アメリカと日本と韓国の間でこう情報をやり取り しましょうねという協定なんですね。でこれを2019年に日本が、貿易管理の強化かな、輸出管理の強化かということで4品目、まあ今3品目ですけど、4品目についてこう無条件に輸出するんではなくていちいち審査しますよということをしたら、向こうで盛り上がりましたね。ノーノージャパン、ノーノーアベーとかってわーっと盛り上がった時に、ジーソミアなんか吐けやって言い出したわけですね。パク・クネ政権が日本には二度と負けないとかでこう拳を振り上げてやってました。でジーソミア破棄するとかでいいよ。で日本はどう反応したかというと無反応、ああそうっていう感じで全く無反応で、別にそうと破棄すると破棄したらええやんと、その破棄されることによって日本にデメリットは何もないんですよ。向こうからすると北朝鮮関係の情報をね、韓国が持ってる情報を日本に与えへんでということなんですけど、実は日本の北朝鮮関係の情報って充実してまして、どちらかというとこっちの方が濃いんですね。だからもう韓国はもらわんでもそんなようわかるわって言ってたからね、はい、衛星も2つ飛んでますし、もう無線の傍受も飛んでますし、常に飛行機は飛ばして通信傍受してますし、まあそんなそういう技術的なことはいいんですけど、とりあえず日本はどうってもないやんと。そうしたら困ったのがアメリカで、そのGSOMIAって3国で運用してるんで、この韓国だけのけるっていうのは大変なんですね、アメリカにとって。で
その2019年の夏からですね秋にかけてアメリカの偉い将軍さんたちですね、軍事面でのエキスパートたちが次から次へとですね韓国を訪問して、ジーソミアは破棄はあかん、ジーソミアは破棄はあかん、あれは撤回せえと言ってプレッシャーをかけ続けたんですね。かけ続けたら、11月になってその破棄というのの効力が生じる6時間ぐらい前、4時間ぐらい前だったかな、そんなちょっとだけ猶予したるとかって、その破棄を猶予するとか、なんかそういうことを言い始めたんですね。で、そのまま現在に立ってるわけです。で、まあ、この前ですね、向こうはですね、その破棄の猶予を正常化したるとかって言い出したわけですよ。そしたら日本のですね、中間大使が、あれ？それ正常化するって今でも正常化してると思うけど、とかいうようなコメントをしましてですね。まあ、日本にとってはどうとない、どうでもいい話なんですね。ジーソミアというのは。どうでもええのを正常化するからって、要は日本の輸出管理の強化を撤回せえというふうに言いに来よるわけですね。来てるわけですね、このパク・ジンという。日本にとってははっていう話なわけですよ。いや、それをね、いまだに外交官だと思ってるというところがね、すごいな、あいつらと思うんですけど、私もこうやってね、もう3年以上、お隣さんをネタに喋り続けてるんですけど、この YouTube で思うのはね、彼らの学習能力のなさというのはですね、これ異様ですね。もう自分たちに不利な環境とか条件とか一切学習しない、自分たちに有利な方に物事を解釈してって、でそこから過去を始めるわけでして、すべて上目線で来るわけですね。いろんな話が噛み合うわけがないやんということになって、現状そうなってるわけですね。特にムンジェイン政権になってからがひどいわけです。まあ、パククネ政権もそうでしたけど、もうなんというかわけわからんことをいっぱいこう持ちかけてくるわけですよ。挙句の果てがですね、条約違反の判決を出してこれに言うこと聞けとかって言うてきてるわけですね。いや、そんなん受け入れられへんやんというのが日本側のスタンスです。まあ当たり前ですけど、非常にこう何らね、日本側にですねあれがないんですよ、落ち度がないんですよ、見てると全くない。で、同じようなですね、しょうもない要求をずっとアメリカにもしてるんですね。アメリカもかなりこう疲れてるんですよ。うわこいつらという。ただアメリカの方はものすごくこうあれは強いんですね、態度っていうか、なんていうかこう立場は、お隣さんは何か言うと歴史とかって言うてくるわけで、日本側は面倒くさってそれ言われたら黙っとこうっていうなるわけですけど、アメリカにはそれがないわけですね。むしろ朝鮮戦争で、韓国を助けたというような恩があるんですけど、彼らは全くそれも気にしていない、ですね、朝鮮戦争に対する言及ってほとんどないんですね。あれですよ、南北で200万から300万の方が亡くなったと言われてるんですけど、6月の25日かな、その記念日なんですけど、それはですね、ほとんどですね、あれなんですよ、ちょっとしたイベントがあるだけなんですよ。それよりも8月15日、幸福って言って、光が復するっていうの、要は独立を回復したという彼らは思ってるんですけど、その方がどんちゃん騒ぎするんですよ。なんかちょっといびつって感じが。まあ、それはいいんですけど、今回、向こうの外務大臣さんが来られた、林芳正さんと協議をされるんですけど、まあ、そういうスタンス、ほら、ジーソミア正常化したる高いと。まあ、そういうスタンスで来てる限り話はかに見合わないわけであって、ああこれあかんなと。でもっと大きな問題が徴用工問題に言いまして、戦争中にですね、働かせてくださいってやってきた人がですね、その時の会社側の態度は気に入らんから慰謝料をよこせっていう裁判で、慰謝料をよこせっていうのに OK を出した判決が徴用工判決なんです。まあ、ただ一人1000万なんですね、日本円にして。で、それは日韓請求権協定に違反する判決なんで、日本側は何ともできないわけですね。そう、違反やという以外に言えないわけですよ。だから払えませんという以外ないわけですけど、それで差し押さえられてるんですね、三菱重工とか日本製鉄の資産が。それがどうやら8月にですね、現金化される可能性があるわけです。で、現金化するとこれ完全な条約違反になるんで、日本政府としては対応策を取らざるを得ないわけです。で、それをなんとか解決しようってやってきてるんですけど、多分今回の外相会談も55ヶ月ぶりらしいんですけども、話噛み合わないままに終わるんちゃうんかなと。
で粛々とですね、こうまあ現金かね、8月やって言うてても、なんでできひんと思いますよ、うん、その向こうの裁判所もそこまで根性ないと思うんですよ。だからまたずるずると行くとは思いますけど、一応ですね、切羽詰まってるということにはなっているそうですけどね。はい、ということで今最初だけしか読みませんでしたけども、これ、読みたい方は行ってみてください。貼りませんけども、韓国外相が日本に出発、 GSOMIA含む懸案を総合的に議論とい う, ワウコリアとい う, こうピンク色のサイトですね、 WOW ですね、あとコリアというサイトの一般記事として載っています。はい、皆さんどうもありがとうございました。